癒される。ちょうどよかった。また雲か。もううんざりだ。火の魂が暗黒の王をレオリックに導いてくれる。残念だがその時ではない。ジェネセス様がその魂を手にし、呪われた者は新たな王にひざまずくのだ。屋敷は北の方にあるはず。急がなければ。
またあったな。あなたもこの力のうねりを追ってきたのだろう。レセスは物事をひっそり進めるということができないたちでな。さあ、この汚れた儀式の源を突き止めるぞ。そこに我が不肖の弟子がいるはずだ。見つけなければ。死者の障壁か。面白い。この儀式は3度行われるのが習わしだ。残りの2つを片付けに行ってくれ。その間、私はレセスを引きつけておこう。すまないが頼む。手伝ってはくれないか。
研究の甲斐があったようだ。私の才能にいつも怯えていた。それももう終わりだ。私はお前を超えた。レオリックの魂が間もなく私のものに。そうすれば私は最強のネクロマンサーだ。ラズマでさえも我が名を恐れることだろう。そして貴様の苦しみたって今たち。私の狙いはお前だ、レセス。今ここで全てを終わらせる。お前に私は倒せない。以前と同じようにな。スケルトンキングの精髄を裂け目が吸い上げている。中に入って繋いでいるものを打ち砕いてくれ。だがどうやって。レオリックを殺す。多くの場合それが効果的だ。レセスの望みはアンデッドの支配。落ちたレオリックの魂にディアブロが残した力を手にすることだ。魂を沈めれば裂け目の力も止まるだろう。